村上和成は日本の総合格闘家、プロレスラー。本名、村上一世。アーティスト、作詞家の飛松里美は妻。富山第一高等学校では、長治明と同級生であり、同じ柔道部に所属していた。拓殖大学に進学後も柔道部に所属。1995年4月、和術研修会に入門。8月、新。 格闘術、トライアルトーナメントで総合格闘家としてデビューした。10月には第2回ザトーナメントオブジェに出場したが1回戦でゴーノ・アキヒロに小負け。1996年の第3回ザトーナメントオブジェでは2回戦でゴーノを判定勝ちで雪辱を果たす。同年10月アメリカで開催されたエクストリームファイティングチャンピオンシップに参戦。 UWF や藤原組などに参戦していた、バートベールを下す。1997年3月には、エフックヘビー級王者のモーリス・スミスと対戦したが、敗れる。10月には、プライド1にも出場。その第1試合で、ジョン・ディクソンと対戦、腕ひしに、逆十字固めで勝利する。1998年、空手、キックの猛者だった、藤井氏。 柔道選手だった佐藤浩平、スポーツインストラクターで格闘家の岡田隆史らと共に、千葉、行徳に柔道会館を設立して館長となるも、アントニオ猪木が率いる UFO の所属となって館長を辞任、プロレスラーとなる。1999年1月4日、東京ドームにおける小川直也対橋本深夜戦のセコンドについていた際、 小川の暴走に橋を発した両軍セコンド同士の乱闘に村上も巻き込まれ、いびきをかいて眠り出すなど一時昏睡状態に陥るほどのダメージを負った。顔は凹凸がなくなるほど腫れ上がり、約1ヶ月の入院という重傷であったが、村上はこれがきっかけでプロレスのリングで活躍する足がかりをつかんだ。この件については、ジェラルド・ゴルドーのリンク先も参照のこと。 2000年1月4日に新日本プロレス、東京ドーム大会に初参戦、村上は小川と組んで、橋本飯塚隆史組と対戦したが敗北。この試合以後も飯塚とは数度対戦するも連敗する。同年のメモリアル、力道山工業で会場の横浜アリーナに入る、橋本を野外の駐車場で奇襲したことから、昭和のテロリストこと。 藤原義明に名ぞらえて、平成のテロリストとしてその名を広めていった。8月には、プライド10に出場し、佐竹正明と対戦し、村上も序盤テイクダウンを奪うなど試合を優位に進めたが1ラウンド、中盤にスタンドに戻って、佐竹に組みついた際、不運にも村上の足が滑って倒れ、佐竹にマウントポジションを取られてしまい、マウントパンチの連打で小負けする。 11月、バトラーツ、コマザー大会で、石川雄貴と対戦し、狂乱ファイトの末、敗北した。2000年10月26日、アーティスト、作詞家の R.I.M. と入籍。2001年3月、ゼロワンハタアげ戦で、大谷慎次郎と対戦し、勝利を収めた。4月18日、ゼロワンハタアげ、第2戦に、小川とのタッグで出場したが、 三沢光春力高猛組と対戦し、敗北を喫した。7月の日祭りをドタキャンし、しばらくゼロワンと絶縁した。しかし2002年3月、当時ゼロワンで活動していた小川と田本は勝ち、しばらく消息を絶つ。9月に新日本プロレスに登場し、魔界クラブに加入する。10月の東京ドームにおける、新日 VS 外敵軍七番勝負では当初は、 佐々木健介と対戦するはずであったが、直前になって健介が鈴木実との対戦に関して会社側と対立して、新日本を電撃対談したため、急遽村上との対戦に名乗りを上げたナルセしょと対戦。村上が同うメスリーパーで勝利する。村上は、試合後のインタビューで健介のことをゴミ以下と発言。その後も、村上は魔界クラブで活動を続けていった。 2003年12月31日、村上は、猪木ボンバイエ2003に、K1 のルールで、ステファン・ブリッツレコと対戦したが、1R 右ハイキックで、村上の小負けとなった。村上は試合前のリング上で、花束の贈呈に来た、K1 選手の武蔵に、花束で殴りつける乱闘も繰り広げた。ただし、試合解説を務めた、高山義博曰く、あれが、彼なりの礼儀。 彼があれをやらなかったらやばい、どうかしているとのことであった。2004年には、魔界クラブのリーダーとなり、長野正宏、柴田勝頼と取りを組む。しかし同年夏には怪我のため欠場、秋に魔界クラブの解散、無期限欠場を宣言し、2005年の契約公開では、更新を行わずにいた。2005年5月、村上は新日本プロレスの元取締役。 上井文彦氏が創設したビッグマウスの第一号の所属選手となった。8月にはビッグマウスラウド社長に就任する。だが2006年8月、重大な裏切りがあったとして、後楽園ホール大会を最後に上井氏と田本を分かつ。2006年7月にかつてドタキャンした01マックスの日祭りに出場、日祭り提唱者である大谷慎次郎と初戦で対戦。 大谷にとって、村上は因縁が浅からぬ相手であったが、村上が、先制攻撃から、場外乱戦で大谷を流血させ、終始村上ペースの展開となり大谷も、村上を失神させそうな場面があったものの、勝利にこだわった、村上の一瞬の丸め込みが決まり、大谷から、ピンフォールを奪った。その後、田中正人に敗れ吉江豊とは、両者リングアウト、本間ともを明らに勝利、 村上は合計勝ち点5点で終了となった。ところが、同ブロックの本間を除く村上を含む4選手が同じ勝ち点で横一戦となり、4名マッチによる決定戦が行われ、イ婚のある大谷が村上に向かい突進。大谷のホールにより村上は4人の中では最初の敗退者となり、村上の決勝進出とはならなかった。9月、大森隆夫とシングルで対戦。 得意の場外戦を仕掛けた上、観客席にいた松永光弘の加勢を受けて大森を大流血させ勝利。10月6日、プロレースリングノアに初参戦を果たし、タッグマッチで三沢光春と対戦。13日のノア大阪大会で三沢とシングルで戦ったが、完敗した。また、小橋健太 本田ダ多門組が小橋の病による長期離脱により返上し空位となっていた GHC タック王座の新王者決定トーナメントに大谷と出場12月2日のノア、横浜文化体育館大会では大谷、高岩隆一と組んで秋山と志、金丸義信、橋誠と対戦した10月27日松永と組大谷 田中組と対戦するも仲間割れを起こす。11月11日松永とノーロープ有志鉄線デスマッチで対戦し、松永を失神させ TKO 勝利。2007年6月8日、ノア横浜大会で丸藤聖堂と対戦。村上の入場中に自ら丸藤が控えるバックステージに直行、丸藤を大流血に追い込み勝利を収めた。 その後は日祭り2007に参戦するも、初戦の大谷新次郎戦で追った脳の負傷により、長期欠場に入る。2007年11月11日、バトラーツ新宿大会に来場、4ヶ月ぶりに姿を見せた。2010年2月11日のケンスケオフィスの後楽園ホール大会にて復帰を果たし、リングネームをビッグ村上に改めた。 その後も、ケンスケオフィスに参戦し続け、村上も割と、ケンスケオフィスの若手選手を相手に、相変わらずの打撃系ファイトを中心に強さを見せつけていた。村上はそういったことに対し、自分の団体ではないが、若手選手が向かってくるのは頼もしいし、成長している過程がわかる。ただ俺はそれらを潰すだけ。最後には団体を乗っ取りだよと、 胸の内を発言している。9月2日、第2回コラソンプロレスに参戦、以来毎年参戦している。2011年6月2日、リングネームのビッグを諸橋春也に譲り、自身のリングネームは村上和成に戻した。2012年12月12日、コラソンプロレスの運営会社コラソンジャパンとアイスリボンの共同事業として設立される。 コラソン女子プロレスのコーチに就任。選手活動もコラソン女子プロレス所属扱いとなる。2014年12月11日、高楽園ホールで行われた東京グレンタイ自主工業東京ドリーム2014で1年8ヶ月ぶりに復帰、高山と組んで稲葉大輝村瀬裕樹組と対戦し、高山が村瀬に2リフトからピンフォール勝ちした。 2018年、左大胸筋及び、右膝靭帯手術のため長期欠場となる。2020年12月、ノア後楽園大会にて、野沢ロンガイが連れてきた X として登場。12月29日の後楽園大会にて、数十年振りの参戦が決まる。村上のファイトスタイルは、UWFK にラフファイトを絡めた、シュート風スタイルで、パンチとキック、踏みつけで、 試合の大半を組み立てる。しかし柔道をバックボーンとしているだけあり、時折繰り出す払い腰などの投げ技の切れ味は特筆に値する。その反面、比較的ね技などのグラウンドにおける攻防は好んで行わない。また闘争心を剥き出しにした攻撃的なプロレスを展開する一方で、若干スタミナに駆け打たれ弱いとする票も多い。 大技が一発入るだけでもグロッキーになり、あっけなく逆転を許すこともしばしばある。小川の弟分的存在だった頃は、何度も、他選手の試合に乱入するも手痛い反撃を受けることが多かった。そのような経緯もあり2002年、新日本プロレスに魔界クラブの一員として、再上陸した際は、大ブーイングで迎えられたが、当時の IWGP ヘビー級王者であり、 エースであった長田博を圧倒する、グラウンド技術とスタミナを披露、返り血のついたグローブを舐め上げるパフォーマンスを見せるなど、観客を沸かせるムーブを組み立てられるようになり、ただのラフファイターとは違うヒールスタイルのレスリング技術を見せるようになった。聞き迫る表情で観客の注目を集めることに長けており、試合前の睨み合いで喝采を浴びるシーンも多い。ありがとうございます。